これは絶対うまい。突撃ゲッ！どうも、淡路ビーフの浜中です。今日は神戸市の中央卸売市場に突撃していきます。行くぞ！神戸市民の台所として食べることを大切に考える中央市場。食材のことをきちんと知って、学んで、味わって、毎日の暮らしに生かしてもらえたらと、トトカナ塾を開催されています。それでは、この淡路ビーフと淡路島玉ねぎを使った料理を先生に早速調理していただきます。ローストビーフは、肉の大きさにもよるんですけれども、4時間から6時間じっくりと火入れをしました。油の甘みがすごくありましたので、玉ねぎを少しピリッとした方がいいかなと思って縦に切らせていただいてます。で、お水にはさらさないで3時間ぐらいちょっと空気にさ置いてました。うん、すっごい柔らかいですよね。淡路ビーフ、おいしい。はい。香りもいい。それでは淡路ビーフのローストビーフを早速いただいてみます。いきます。うまい。全然違う。うわ、お肉の旨味がこうギューってなって、本当美味しい。みんなも淡路ビーフ、淡路島玉ねぎで料理してみてね。